いらっしゃいませ。ミルカのゲームプレイ動画屋さんへようこそ。どうも、ミルカです。はい、今回はこちら。ででん。よいしょ。そうです。イザナミゼロが、やってまいりました。それでやっていこうと思います。今回のパーティーはこちら。運枠に、先生、運枠にクイバタさん。そして、天草さん。うん。レイヤーマクサさんですね。はい。行こうと思います。よし。初見です。では行きましょう。はい。では行きましょう。お前3分かかっちゃった。面白い。よし。行くぞ。ちょっと緊張します。ここはどうだ？ナイス、オッケー。そして、ここはさすがに横行けないですもんね。こう行けば行けそうですよね。間入って、嘘。あらら。多分このバハムートちゃんを、バハムートちゃんでしたっけ？倒した方が良さそうと思ったよ。そんでもってこの真ん中の子なんだろう。ちょっと危なそうですね。なんだろう。その子も倒していきたいので、ね、ひとまずここをちょっと狙って、ちょっと外して、当てて、もう一回、よしよし、OK、OK。なんだろう、このドクロは。ヒーリングウォール。あ、そしてブロック。ん？もう倒した方がいいんじゃないですかね。あ、待ってて。あ、6000。ここで6000、地雷が結構痛いですね、そうすると。第1ステージ、OK です。よし。そして、このお兄さん倒した方が良さそうですよね。一緒に、こう行って一緒に、よいしょ、弾かないで。そう、うん。一緒に攻撃食らわせた方がいいかな、と思います。ラファエルちゃんも、あ、今回、ちょっと、フレンド枠でラファエルさん連れてまいりました。ダメージウォール。よかった。よかない。やばい、左の子がなんか、1なんか来る。なんだろう。倒せるかな？よいしょ。オッケー。で、これがヒーリングウォールなんですね。オッケー。むむ。地雷回収しながら、下行きます。なので、鬼倒さないとちょっとやばいですよね、きっと。行け！ポン！ポン！オッケー。この鬼さんが、痛い。お兄さんがダメージウォールを出していたので、クイバタさんのお邪魔にならないようにしてもらおうかな。はい、おお、結構な勢いでダメージ、なんで横になった？ヒーリングウォールのとこ行きたいのに。あ、痛い。どうしよう。あ、ちょっと横でカンカンしてもらって、ちょっとずつ上行って、そう。よし。気持ちいい。これは気持ちいい。全回復。いた。OK でしょう。で、こっちのマクサさんで、ちょっと回収してもらいながら、カンカンカン。OK。白幕ってことは、早めに倒さなきゃいけなかったわけですね。ダメージ量見てなかった。あの一番上の黄色じゃないや、9の文字が多分そうなんだろうな。で、この左上の1が地雷、右下もそういうこと？こういけないかな。ダメか。待って、これダメなんじゃないか。 NO! 危ない。マグ下行って、カンカン、レッツゴー。オッケー、倒さなきゃまずい、倒さなきゃまずい、倒さなきゃまずい。
ずい、まずいよ、その微妙な感覚何、もう一回、ウキウキ、危ない、白爆発か、やっぱりか、緊張します。そうか、白爆発と地雷と、エナジーサークルか。このバハムートちゃんちょっといいとこにいるので狙っちゃいます。ん、おお、ちょっと待って、お、なんか来た、そうだな、もう上に挟まるのもったいないので、レーサーで、よしよし、オッケーよ、あとヒーリングオール出してもらわないと困っちゃうので出してもらいましょう。地雷回収しながらカンカンで、この右下の左上のこの子何なんですかね、攻撃あと一旦で来るんですけど怖いので一応倒しておきます。ドンで、これがヒーリングウォール。ヒーリングウォールが狭いところにあると困りますね。あ、ちょっと失礼しますよ、してるオッケーオッケー、ダメージウォールはオッケーなんですが、どうしましょうね、ちょっと回復横でした方がいいのかな、あ、ダメだ、縦でちょっと回復します。回復ちょっとして、回復量もまんま、あとは上の4ターンのうちに、回復と攻撃もしなきゃいけない、ちょっとダメージで回復回復、そうそのまま下連れて OK、してこのマックサーさんで旅をしよう、こっち行って優勝、頭くる、気持ちいい、下潜りたい下潜りたい、下に潜りたいんだ本当は、ガス、緊張しますね。弱点が微妙な位置に、これ多分ダメですね。ひとまずまあ、いいでしょう。いいでしょう。あと一旦、エナジーサークルからの白爆発。ちょうど弱点のところがブロックされちゃってますね。叩けるだけ叩く。もうダメージ王じゃない、ヒーリングウォールがもうないので、まーす!12375。お、これ横。横がいいのかな、横じゃダメですよね。困ったな。下潜ろうかな。あとは地雷回収しながら当てていくしか、私の脳はない。さあ行くのです、タス、もう一回、あ、もう一回、なぜ真横、なぜ真横に、アスアース、危ない、はポン、1465、危険だ、これもうストライクショットとかもしかするとアマクサ、レイアマクサさんどんどん使ってもいいかもしれませんね。これはちょっとなんかよくわかんない位置にいますね。入れるか？入ろう、そしてヒーリングウォールも出してほしい、できれば早めに、ちょっと抜けて上行きたいです。あー、まあ一体レイヤーマックスの使っちゃおうかな、ちょっと、全開、いけいけいけ、失神が効いてますが、ここでします、あ、てかヒーリングオール出しました、あれ出してない気がするんですけど、いや私見てなかったな、どっちしろ先に、あ、これダメ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 、あ、しょっけ、あ、違う、やりたいことができてない、痛い、すごく痛い、待ってくださいね、十字砲、なるほど、それはいかんので上に行きます、倒してもらおう、これならまだ大丈夫なはず、メテオ
寝てる、起こさなきゃ。縦間のちょっと左、起きた起きた、オッケーオッケー。え、リドラちゃんがメテオ撃ってきた。おー、でっかい。ちょっと嬉しい、なぜか。どうしようかな、縦間だな。オッケーオッケー。そして天草ちゃんは伝えてもらうかな。あ、まあいいか、まあ、まあいい、最悪はいい、最悪はそれでもいい。お、2つヒーリングモードが来てる。うわーわお、それは困ったな。下から潜りたいけど、そんな気持ち。はい、ヒーリングウォール助けてもらいながら、そこをうろちょろしてもらう。ナイスです、ナイスです。踊ってます、ラファエルちゃんが踊ってます。あ、うーん、痛い。え、やばいやばいやばい、いやこれ変なとこ行きたくないんで張り付きます。あ、ちょっとじわちょっとじわじわした。ダメージオール困ったな。よいしょ、いけ、下に行って、そのまま潜って、よし、回復回復、ナイスです、ナイスです。あー、タカ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 よし、遊んでる暇ないですね。このあれ、次なんだろう、この1は。ちょっと右に回避しながら行きましょう。なんかすごくいっぱい来るんですけど。あ、挟まった。口元ね。痛い。待てよ。どうした方がいいんだろう。これ、挟まれるのかな？いや、ちょっと怖いな。ダメだな。これ倒せなかったら、死にます。よし。ん？ダメだ！まずい。まずいまずい。入れるか。よかった。危ない。やだやだ。結構難しいじゃないですか。お？お？ああ、あ、ちょっと待って、真ん中にレイアマクソさんが。ピカピカしてた。落ち着いていきましょう。挟まれなかったらしょうがない。うん、オッケーオッケー。まず1体、そしてレイヤーマクサさんは縦貫します。ちょっと左、倒して倒して、オッケーオッケー。あー、なになになに、ん、なんか当たったけど、なんかわかんない。そかそか、これちょっと当てにくいですね、この子たち。こっちの子先倒してみましょう。ん、なんかオッケー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 。あー、痛い。ちょっと待ってください、すごく痛いです。ヒーリングオールに与えたい気持ち、気持ち、ちょっとしか当たらない、ちょっとだけ。なになに、9000。これ回復しましょう。上が多分白爆発なんで。え、そんなにしかも回復しない。危ないですね。じゃあちょっと、回復の旅に行きながら、下行きます。ちょっとずつね、靴取って。そうそうそう。右も取って。行っちゃい行っちゃい。オッケー、うん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 、オッケー。結構痛いですね。そして友情当ててもらいましょう。トン、いいよ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 。クイバタさんオッケーですよ。いたたた、これ何、だんだんなんか攻撃力が上がってません？そしてものすごくビクビクしてるかな。回収しながら全開、倒しちゃって倒しちゃって、カン、オッケーオッケー。お、
嬉しい、黄泉の国から逃がしはせぬぞと。AT フィールド全開。レイヤーマクサさん出てきてる気がしますね。よし行くぞ。すごく素晴らしいところにいますね。これは嬉しい。もうちょっとかな。ん、倒せなかった。まずい。あー、なんて嬉しいところに弱点があるんだろう。これもしかしてマッチとか入るのかな。いやでも、いらない。ちょっと狙いつついきます。ダメか。まあ最悪それでもいいかな。ヒーリングボール出してもらって、やばいですね。ピンパタさん跳ねると困る、うん、ですよね。変な跳ねしなければ OK。 よし、うん、あーす、え、関係ないんですか、あの毒みたいのは。何ですか、普通に当たっちゃったんですけど、ん、当たってないか、当たってないな。あ、まずいまずいまずい。変なとこ行かないでお願いだよ。下潜って下潜って、オッケーオッケー、よし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 。いい位置に天草さんがいらっしゃいます。種目左の子か、白バックしてくるなんて聞いてないですぞ。うん、オッケーオッケー、いいぞいいぞ。挟まれそうですね、あの右側だから。ん、これどうなってんだろう、出てるのかな。出てますね。ブロックが出てるか分かりませんね。よし、こういって、え、そう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 、まあ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 いいでしょう、うん、痛い。なんかすごい不気味な音がしますね。ジュ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 、ひとまず下に行きます。まずい、一瞬停電した。あ、待って待って待って、回復したい。というかここダメか、入ってくれ。ダメだった、すいません。やだ、まだ、あの次地雷か、次地雷でしょ。パソコン大丈夫ですか。ちょっと今あの一瞬だけ外が停電した。ビクビクしてる。こういって友情、待てて待てて、どうしようかな。縦行って入ってもらってカンカンしながら、そうですね、下へ潜ります。上行ってしまった。あ、しかもヒーリングボール当たってない、当たってない、地味に当たってない。あー、そんな、まさか。もう結構順調な感じですよ。あ、え、2体いる。ちょっと怖い、右下の子ちょっと怖いな。どうしようかな。なんか今の天草四郎さんの位置が良さそうですけど、こう入るか、ワンバンして、あ、いや、こういこう、だんだんでいきます。うん、そうしたかったよ。で、クイバタさんというかこの右下の子は倒していいのか分かんないですね。先にこのバハムートさん狙いましょう、うん、よしよし、オッケーオッケー。あっ、す、こっちの天草さんまだ溜まってないので回復は別にいらなそう。倒してみましょうか、うん、倒せるのかな。あ、ブロックがあった。参った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 。うん、危ない危ない、よかったよかった。天草さんの AT フィールドがあってよかったけど、今回右下の子は左上のボスと 連携 HP を共有してないみたいなので、そのままボス叩こうかな。でもなんか3で来るから倒そうか。大丈夫かな、倒すとなんかある、倒すとなんかあります、怒るとかあります。あ、大丈夫、ないならオッケー。ちょっと回復のお散歩もしながら、そう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 、そこ狙いたかったよ。オッケー、いいでしょう。
なんかありますね、あの、あれかね、あの、あの感じは。下潜ります。あ、上行っちゃった。狙いが定まらない。やめっち。そして、このマックさん使っていきましょう。ちょっと狙いますよ。マッチ入りたい気持ち。ダメか。入らなかったけど、まあいいでしょう。うん。もう一回、パチン。いかないか。うん。うん。大きい AT フィールドがあるだけで結構違いますね。あ、外しちゃった。申し訳ない。オッケーオッケー。うん。あ、壊れた。これでも当てないと意味ないんですよね、本当は。でも、捕まえてまずい。はい。オッケーオッケーオッケー。いけますいけます。これはいける。あの位置に行ってきちゃいます？これでも。スピクリまでもうちょっとだったけど、こう行けばいけるかな。これでもならんかったときちょっと怖いですよね。こう行けばいけそう。こうかな。お願いします！よっしゃ！やったー！すいません。全然狙いが違ったけど。あ、しかもスピクリ。危ない。よかった。すごい！よかった。嬉しい。ありがとうございます。お願い。初日初見、初日初見スピクリ濃紺、濃紺なのか、濃紺なのか、嘘、欲しかったな。残念ですが、イザナミゼロさんは手に入りませんでしたが、無事、え、すごい、初日初見スピクリ濃紺できました。ありがとうございます。ね、よかったよかった。ちょっとよかったですね。びっくりしてます、自分で。意外すぎて。そっかそっか、天草、うん、レイ天草さんいいと思います。なんかちょっとあのパニックってあんまりなんか何言ってたか覚えてないんですけれども、はい、そうですね、参考になるとすればレイ天草さんがかなり良かったかなと思います。あと今回連れて行ったフレンド枠のラファエルさんも、うん、とてもいいと思います。ちゃん と、うん、とストライクショット上手い位置に当たれるように、他の子たちを整列させてあげるといいかなと思いました。よかったです。とりあえず今回は無事、いい動画かどうか分かりませんけれども、うん、まあ、水に取れてよかったと思います。あとはそうですね、ステージ的にはダメージオールはそんなに気にしなくていいかなと思いました。あとはちっちゃいバハムートちゃんと、あ、あれがカグツチだったんでしたっけ、名前見るか、赤いバハムートちゃん優先して倒して、その次に鬼がダメージウォール張ってくるので、鬼を倒して、で4ターン以内にあのちびっこい丸っこい可愛いやつを倒さないと、あの子はあの子で白爆発ちょっと地味に痛いので倒していかなきゃいけないなと思いました。ですが無事よかった、クリアできて早く動画にアップしたいですね。ということで今回は無事に、初日初見スピクリできました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではでは、以上ミルカでした。またのご来店をお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。パソコンからご視聴の方は右下のアイコンより、携帯スマホからご視聴の方はその概要欄よりチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。合わせまして、サブチャンネル、ツイッター、ツイキャス、ブログの方も下の概要欄の方に載せておきますので、どうぞよろしくお願いいたします。うん、ではでは、以上、ミルカでした。では、また。